燃やすごみを減らす上で重視したい項目について3つが挙げられます1つ目は生ごみです生ごみは燃やすごみとしての処理となりますが生ごみには多くの水分が含まれているため重量があり燃やすためには多くのエネルギーを必要とします2つ目は プラマークの分別です。焼津市では週1回プラマークの日を指定して回収していますが分別が徹底できていない状態となっています3つ目は紙類の分別です燃やすごみの中に紙類が多く含まれておりこれを分別することで ゴミの重量が大きく変わってきます。これら項目について、一つずつ詳しく説明していきます。まず、生ごみについて説明します。素性分析調査結果からもわかるとおり、燃やすゴミの約40%が 生ゴミは水分を含むため非常に重たくゴミの多くを占める傾向にあり家庭から出る生ゴミを減らすことで焼津市のゴミ減量にも大きくつながるといえます生ゴミ処理の基本は3切りです使い切り 食べきり、水切りを普段の生活の中で意識するようにお願いします。こちらは家庭での食品ロスの原因を示したグラフです。過剰除去が一番割合が多く54%となっています。過剰除去とは 皮の剥きすぎや、食べられるところがあるのに、捨ててしまうことを言います。ついで、食べ残しが27%、直接廃棄が19%となっています。直接廃棄とは、未開封のまま、賞味期限切れで捨ててしまうことを言います。 次にプラマークの分別について説明しますプラマークは焼津市では週1回燃やすごみとは別の日に回収を行っていますプラマークを分別する際には以下の2つを気をつけてください1汚れのついたものは軽く水洗いをしてください 軽く水洗いを徹底し異物を取り除くことで処理工場での処理負担が軽減されます。2プラマーク以外のものは入れないでくださいマークを確認してプラマークのあるものだけを入れるようにしてください次に 紙類の分別について説明します。分別した紙類は自治会の資源物の日やスーパーなどの店頭回収また民間業者への個別回収などで出すことができます。この中で市民の皆様にとって一番身近なことが資源物の日に出す 自治会回収だと思います毎月資源物の日に回収している紙類は紙業者との買い取り契約により自治会の収入となっています。令和2年度上半期の単価はそれぞれ1キロあたり新聞紙2.5円段ボール2円 雑誌雑紙2円となっています。分類した紙類は地元の資源物の日に出すことでよりメリットのあるものとなります。またこれ以外にも市では古紙などの回収に対する奨励金として回収量に対して1キロ当たり2円を 自治会などの登録団体に交付しています是非古紙については燃やすごみとして出さずに地元の資源物の日に出すようにしてくださいお菓子の箱や封筒包装紙などの雑紙は大きさがさまざまでまとめにくいため 画像のように紙袋に入れて、中身が落ちないように紙紐で縛って出すようにしてください。比較的大きな雑紙は、紙紐で縛って出してもらっても結構です。次に、災害時の廃棄物について説明します。 画像は、令和元年の台風19号により発生した災害廃棄物を受け入れた仮置き場の様子です。仮置き場では、主に浸水した畳、浸水した大型家具、浸水した大型家電を回収しました。災害廃棄物は、 搬入時点での分別状況によってその後の処理期間が大きく変わります令和元年の台風19号の仮置き場は市民の皆様のご協力によりかなりよく分別できた状態でしたがそれでも仮置き場の災害廃棄物を 完全に処理するまでには半年近くの時間がかかりました。災害が起こった時こそ分別が重要になります。災害時の廃棄物処理については、普段以上の分別をお願いします。 大規模災害が発生したときは、おおむね3日間はごみ出しができなくなります。災害時には特別回収を行いますが、回収するのは生ごみ、携帯トイレ、紙おむつ、衛生用品のみの回収となります。通常のごみ回収の再開については、 同無線などでお知らせします最後にゴミ原料のための3つのお願いです1つ目は分別を徹底しようです燃やすゴミの袋の中にはまだリサイクル可能なものが入っています資源物の 有効利用をすることがゴミの減量につながります特に古紙とプラマークの分別をお願いします二つ目は生ゴミの家庭内処理や水切りを実践しようです生ゴミを家庭内処理することによって燃やすゴミが減り ゴミ出しも楽になりますまた生ゴミ処理が大変な方は使い切り食べ切りでゴミの量を減らし最後に水切りをするだけでもゴミの重量は変わります三つ目はリデュースの心がけです普段の生活からゴミを出さない意識を高め ゴミを減らす生活を意識してもらうようお願いします。説明は以上になります。これからもゴミの減量にご理解ご協力をお願いします。ゴミの減量には一人一人の小さな取り組みが大切です。本日。 お話した内容について、まずは一つでもご家庭で実践していただければ幸いです。